すべてを疑え、偽証討論実況プレイ始めていきたいと思います。かっこいい。このゲームは討論、異能ミステリー、脱出ゲームらしいですね。目が覚めると知らない部屋に閉じ込められてた。部屋を出ると一つの死体に出迎えられる。捕まえられた6人の中に犯人はいる。証拠を集めて討論し犯人を見つけた。 BGM かっこいい。急に嘘にまみれたこの世界で嘘を見破り真実を見極め生き残れ。生き残った先に見えてくるのは悲しい世界の真実だった。どんでん返し、異能ミステリーゲームらしいです。エンディング3章あるらしいですね。4から6時間かかるゲームらしいんですけど、やっていこう。初めから。第一章、偽証討論。かっこいい、ビジュアルが。裏切り、そらね。あれ、こいつ裏切り者っぽい名前だな。お前、裏切りっていう名前なの？絶対裏切るじゃん。じゃあガチャリと金属音が鳴る。目を覚ますとそこは白い部屋だった。6畳程度の広さだろうか。周囲を見回してみる。白い壁、白い天井、どこを見ても真っ白な部屋だった。正面の壁に一つだけ扉が見える。僕は何をしてたんだっけ。ぼんやりとした記憶が徐々に戻ってくる。ああそうだ、自由解放党の事務所に向かってる途中でいきなり後ろから羽交い締めにされたんだ。もうごちゃごちゃしてるな。数人の男にワンボックスカーに押し込まれて妙な薬を嗅がされて意識が遠くなったのを思い出した。怖い世界だね。背筋がゾッとした。僕は拉致されたのか。濃いね。そしてここに連れてこられた。一体何のために。頭に浮かんだ嫌な想像を振り払って立ち上がる。幸い拘束はされていないみたいだ。一通り部屋の中は見て回ったが、扉以外は本当にただの白い壁という床だった。何もないどころか埃一つ落ちていない。この扉から出るしかないってことだね。僕は扉に近づき、白い以外は何の変哲もない扉だ。ドアノブは下に押し下げるタイプのような、一般的なね。僕は扉をセーブだ。4から6時間のゲームでエンディングが3つだから、もうそんなめちゃくちゃにここから分岐とかはしないよね。扉を開けない。いや、何かの罠かもしれない。もう一度よく部屋を調べてみよう。ダメだ、本当に何もない。やっぱり扉の向こうに行くしかないようだ。でも開けない。いつまでもここにいるわけにはいかない。覚悟を決めて扉を開けよう。でも開けたくない。あーそっか、まあ開けるしかないのね。じゃあ行こうぜ。ドアノブを手をかけて力をかけるって書いてある。重っ。ドアノブはかなり力を入れてようやく下がり始める。途中で急にノブが軽くない。扉が勢いよく開く。うわ、なんだろう。バランスを崩して倒れ込めそうになるのをなんとか踏みとどまる。部屋の外に出ると同時に扉が自動的に閉まる。なんだ、扉の先は真っ暗だった。電気はついておらず、後ろの扉が閉まったところで完全に視界が暗闇に包まれてしまう。怖いな結構。手探りで背後に振り返り、扉のノブを掴んで動かしてみる。ノブをどれだけ動かしても扉は動く気配がない。鍵がかけられたらしい。後戻りはできないようだ。とはいえ自分の両手すら見えないほどの暗闇。迂闊に動くのは危険かもしれない。怖いな結構その空間。あの、誰かいないっすか。しばらく様子を見てると突然暗闇の中から誰かの声がする。正体は不明だけれど、こちらの存在を教えておいた方がいいのかもしれない。そう考えて声の聞こえた方に向かって声をかける。います、ここに。あ、いるっすね。っていうか、なんでこんなに暗いんすか。ドッキリっすか。キャー、一回されてみたかったんですよね。カメラどこっすか。妙に能天気な返事が返ってきた。一般人がドッキリにさ、かけられるわけなくない。あの、多分違うと思います。あ、また違う人。何人いんだろう。あの、多分違うと思いますよ。先ほど聞こえてきたのとは違う声がおずおずと言う。たっはー、ドッキリのドッキリってやつするんや。もうお前能天気すぎるだろ。人生楽しそうやな。何言ってるんですか。どこかに電気のスイッチはないですか。電気つけましょう。また別の方向から声がし、絹ずれの音も聞こえてくる。どうやら複数人の人間がいるらしかった。あ、そうなの。何人だろう。この状態ではまともに話もできない。とにかく電気をつけなければ。暗闇の中、手探りでスイッチを探す。どうやら他の人たちも同じように電気のスイッチを探しているらしく、恐る恐るといった感じの足音が聞こえてくる。ちょっと待ってくれ、これか。そんな男性の声が聞こえたかと思うと、数秒後に部屋の照明が点灯し、部屋の中の様子が視界に飛び込んでくる。どんくらいいたんだろう。あ、でも6人いる。
可愛い。え、セクシー。セクシーな女の子現れた。なんすか？なんすかこれ？あ、お前だったのか、能天気ガール。それは衝撃の光景だった。部屋の中央に座るような体勢の男の姿がある。その首には縄がかけられており、その縄は天井に伸びている。地面に足はついているものの、体、首はその体重を支えきれずに伸びている。一言で言えば、男は首を吊って死んでいた。本当に死んでるこれ。そうみたいなもんなんじゃないの。最初に死んでると思ったやつは実は生きててのパターンじゃない。とっさに周囲を見回す。僕のすぐそばにいた悲鳴を上げた女の子がいて、その向こうには奇抜な格好をした女性が慌てたように周囲をキョロキョロと見回している。ちっちゃい女の子。他には小学生高学年ぐらいの女の子に。なるほど。わ、え、女の子ばっかり。そしてビジュアルが一番好きな女の子現れた。30歳前後に見える女性、30代半ばに見える男性。これがこの部屋にいる全員のようだ。なるほど。そして全員が部屋の中央にある死体に目が釘付けになる。まあそれはね。はいはい、注目してください。突然部屋の中に能天気な声が響き渡った。とっさに周囲を見渡すと、奥の壁に映像が映し出されているのが見えた。デスゲームだ。どうやら、あそこから声が聞こえているらしい。奥のモニターを見てみよう。デスゲームが始まりそうじゃん。ここで簡単なチュートリアルをさせていただきます。よろしくお願いします。調査パートでは、画面の特定の部分をクリック、オアタップで、その場所を調べることができます。今回の場合、モニターの部分を触ってみると、モニターを調べることができます。なるほどね。この部分ですね、教えてくれてる。ちなみに各キャラクターたちを触ると会話ができますので試してみてください。OK、セーブしとこう。探す場所がわからなくなった場合は右上の虫眼鏡マークを押すと観察することができます。観察。観察することで調査や会話ができる場所にマーカーが表示されます。あ、そうなんだ。ヒントみたいな。観察中にもマーカーを触ることで調査ができます。なるほどね。また文章の中にチュートリアルと記号で囲われている言葉チップスが出てきます。チップスをクリックすると詳細情報を見ることができます。再度確認する際は右上のチップスボタンで確認することができます。はい。以上となります。引き続きゲームをお楽しみください。 OK。 奥のモニターを見てみよう。わー、まずは一番美しい女の子に喋りかけよう。さっきの声は誰の声かしら。奥のモニターを見てみよう。え、そんだけ、そんだけ仲良くなりたい、仲良くなりたい。じゃあこの紳士、あー、いいね。気だるげ。めんどくせえことになってきやがった。あ、そんだけ全然会話しないじゃん。モニターに何か映ってるね。見てみようよ。まあ、見てみるけど。一体何なんでしょうか。あー、もう全然、主人公興味ない。こいつ、ここどこなんすか。どこなんだろう。むしろ僕が聞きたい。この子とだけ喋る。オッケー。じゃあ奥のモニターを見てみるか。他は触れる場所はない。いいよね、行こう。うわー、またセクシーな女の人現れたんだけど。モニターに派手な女の人が映ってる。彼女は大量に両手を広げると僕たちに向かって話し始める。はい、注目。あなたたち元気かしら。今自分が置かれている状況がわからなくて戸惑っているだろうけど、黙って聞いて。私の名前はニジハ。ニジハって読むんだ。これであなたたちは自由解放党に拉致されてここに連れてこられたの。どうして拉致されたのかとか無駄な質問はしないでね。自分の胸に聞いたらわかるはずだから。それよりも重要なことは今の状況を知ることよね。だから私が説明してあげるわ。この施設は自由解放党の施設の一つなの。この建物の扉は全て電子制御されているわ。あなたたちが最初に目覚めた部屋から出た部屋の扉は鍵をかけさせてもらった。この大広間から出るには観音開きの扉から出るしかない。でももちろんそこも鍵をかけた。つまりあなたたちはこの建物に監禁されたというわけ。自分の置かれた立場は理解したかしら。ここから出たかったら問題を一つ解いてもらおう。一つ。部屋の中央に男が死んでるでしょ。その男を殺した犯人を見つけなさい。お前じゃねえの。あと死んでんの本当に。犯人はこの大広間の中にいる。もちろん当てずっぽうで言っても不正解にするわ。ああ、ちゃんと理由を述べてくださいってことね。犯人とその殺害方法、その両方を正解すれば観音開きの扉を開けてあげる。回答は1回のみ。このモニターの横にある端末から犯人と思われる人間を選びなさい。一度しか押せない仕様だから全員でしっかりと話し合って全員の相違で押すことをお勧めするわ。間違えればその大広間に毒ガスが噴出されてあなたたちは死ぬ子は。ただし犯人だけは最初に目が覚めた白い部屋に入れるように
鍵は開けてあげる。つまり回答を間違えれば犯人が生き残って他の全員が死ぬわ。え、じゃあ何、この中に犯人がいるの本当に？これはそういうゲーム。正解すれば観音扉の鍵を開けてここから脱出できるわ。ただし犯人には死んでもらいます。正解すれば犯人以外が生き残り、不正解なら犯人が生き残る。シンプルなルールでしょ。確かに人狼みたいだね。ああ、一応言っておくけど、不正解になった後に犯人以外の人が白い部屋に入ろうとすると足についているアンクルが爆発するので注意してください。こうはサイズが小さいから爆発で死ぬことはないだろうけど、足首くらいなら吹き飛ばす威力はあるわ。そうなったらどうせ死ぬから気をつけた方がいいわよ。ルールは以上よ。質問は随時受け付けるわ。何かあればこのモニターに触れれば私と通信ができるから、質問があればモニターで聞きなさい。以上、検討を祈るわ。ああ、言い忘れていたけれど、君たちの能力は自由に使ってもらって。いや、そっか、異能って書いてあったもんね。なんか特殊能力あるんだ。存分にその力で事件を解決していいわ。心配しなくてもいいわよ。犯人は殺害に対して能力は使っていない。それをすると何でもありになってゲームにならないからね。じゃあ頑張って。一方的に言うと、ニジハという女は通信を切った。全員が顔を見合わせるようにそれぞれの顔色を伺う。この中に殺人犯がいるだって。にわかには信じがたいけれど、目の前にある死体がいやおうなく現実を突きつけてくる。誰も言葉を発することができずに沈黙の時間が流れる。あの、皆さん自己紹介しませんか？あ、そうね。おずおずと一人の女の子は様子を伺うように言う。あの人の言うことはともかく、まずお互いのことを知らないと話をすることもできないと思うので。確かに僕も賛成かな。名前を知らないと話もしにくいしね。ありがとうございます。じゃあ言い出しっぺの私から自己紹介させてもらいますね。私は響根美鈴と言います。仕事は演劇をやらせてもらっています。あ、そうなんだ。素敵だね。響根美鈴、私信じてますから。そうなんだ。てってー、なんだこれは、なんだ今のは。能力は人の感情が見える能力です。あー、すごい嫌な能力だねそれ。能力の話になって空気が緊張する。そっか。でもこの能力って別に本当のことを言うかどうかなんてそいつ次第だもんね。能力者にとって自分の持っている能力は個人情報の中でも最重要なものだから。能力者、それは今から50年ほど前、突然超能力じみた力を持った子供たちが日本のあちこちで生まれたことが始まりだった。楽しそうだけど怖そうだね。生まれ持っている能力は人それぞれで、能力を持った人たちはその力を使い日本を大きく発展させ、彼らは新人類のような扱いを受けて歓迎された。しかし様々な能力は社会を豊かにすると同時に問題も多く発生させた。能力を使って犯罪を起こす人が現れたり、逆に能力を持っている人間を不気味に思って迫害する人たちも現れた。そして能力を持った能力者の人たちと能力を持ってない人たちは対立し大きな争いになった。まあなりそう。今から15年ほど前に起こった大抗争と呼ばれる事件は数万人単位の死者を出すまで止まらなかったらしい。どちらの側にも大きな被害を出した。大抗争が終結した後、両者はこれ以上の被害を出さないために取り決めを交わした。能力者たちは日本の中央にある東海地方の一部に大きな城壁を作り、その上に町を作った。あ、そうなんだ。そこを能力者たちが住む自治領東海として、東海いいね。能力者たちはそこから出ない代わりに非能力者が能力者に対して危害を加えることも禁止した。非能力者が能力者に対して危害を加えることを禁止したんだ。逆に能力者がさ、非能力者に危害を加えることの方が簡単そうに思えるけど。今はお互いに適度な距離を保ちつつ交流や交易をしている状態に落ち着いてる。でもさ、真ん中の一部分に隔離した状態なんでしょ。ミサイルとか撃たれたらもう終わりな気もしちゃうけど。とはいえ能力者たちはその能力のせいで迫害された経験を持つ人たちが多いので、自分の能力を人に話すことは抵抗のある人がほとんどだ。若い世代にも簡単に人に能力を教えないように教育されてる。まあね、本当にすごい能力を持ってたとしたら絶対に言わないよね。絶対に言わないと思う。と言っても心の中で考えていることがわかるわけじゃないですよ。感情の色が体の周りにオーラみたいにうっすら見えるだけです。あー、なるほどね。影浦みたいな、ワールドトリガーの影浦みたいな感じなのかな。怒って怒っているなら赤、悲しんでいるなら青みたいに、それもはっきり見えるわけじゃないの。ピリピリとした空気を感じ取ったのか、
響姫さんが慌てたように付け足す。まあね、心完全にわかるって言われたらもう喋りづらいもんね。ああ、あれっすね、どっかで見たことあると思ったら女優の響姫美鈴じゃないですか。あ、有名なんだ、女優なんだ、演劇、そっか。いや、なんだ、めちゃくちゃにセクシーだけど大丈夫なのかこの女の子は。たは、芸能人っす、マジの芸能人じゃないっすか。写真撮っていいっすか。あ、カメラない、スマホ取り上げられてるっす。たは、たは、かわいっすね、さすが芸能人っす。いや、お前もまあまあかわいいだろ。まあまあどころか結構かわいいだろ。あはは、ありがとう。私は桃田美代っす、美代って呼んでほしいっす。ピッチピチの10代っす。あ、そうなんだ。桃田美代、たは、私かわいくてすいませんっす。あ、なるほど。てだいぶセクシーな格好してんの。能力はこの美しい美貌すたは、私って罪な女かっこいいこと言う。能力はこの美しい美貌かっこいいこと言うね。それ能力じゃないよね。あ、バレちゃったっすか。さすがっすね、名探偵っすか。わあ、こいつ無敵の人だ。テンションが高すぎる。みんな同じ気持ちなのか。半目で桃田さんを見つめている。あ、はい、本当は動物と話せる能力っす。動物とな話せんの、すご。昔から友達は動物しかいなかった、惨めな女っす。え、そこまで聞いてないよ。みんなの視線と沈黙に耐えきれなかったのか急に勢いを失う。全然いいのに、あの感じで進めてくれてていいのに。全然、というか友達が動物しかいないとか聞きたくなかったの、本当にね。大丈夫だよ、私はミオちゃん可愛いと思うよ。めっちゃ可愛いでしょ普通に。マジっすか。った、はい、やっぱりか、ありがとうっす。ミスズッチはマジいい人っす。あはは、ありがとう。次は私が話そうかしら。陣内みどりと言います。陣内みどり、美しいな。みんな怪我だけはしないでね。医者なのかな。私は会社員として働いているわ。もうすぐ5歳になる息子がいるの、可愛いのよ。能力は耳が人よりもいいってことね。仕事もその能力を生かして音楽関係の仕事ね。ああ、なるほどね。超感覚的な。次は私でいいですか。あ、オレキアカネです。オレキアカネ。小学校6年生です。怖いな、小学校6年生で急にこんなところにさ、全然知らない大人たちがいっぱいいる、いっぱいいる密室にさ、連れてこられるの怖いよね。オレキアカネ。私が調べてみるので相談に乗ってください。あ、頭めっちゃいいのかな。で、能力は言葉にするのは難しいんですけれど、一言で言うと分析力ってことになると思います。あ、でもみんななんか とんでもない何かってわけではないんだな。なんかもともとその人間が持っている能力にちょっと付け足されるみたいな能力が多いってことなのかな。まあ、洞察力とか、まあ、感覚もそうだもんね。聴覚めっちゃ発達したとかそういう感じなのかな。分析力、そうですね。例えばあなたのお名前は裏切り空音だけど、裏切りさんの身長は177センチ、体重72キロ、体脂肪率は 118.5 ですね。僕の身長体重ぴたりと言い当てる。わ、それはまあすごいね。目の前にあるものを観察するとある程度のことを分析できるんです。もちろん私が知識として知っていることが全然なりますけど。あ、そうなんだ。じゃあ死んでるやつのこと見てもいろいろ分かったりすんのか。これかなりすごい能力なんじゃないか。そう思った。僕がそんなことを考えていると残りの男の人が頭をかきながら一歩前に出る。あー、次は俺か。黒木哲也だ。職業は公務員だな。まったく面倒なことになったぜ。なんとなくこいつ好きそうだな。俺、能力が空気中の水分を凍らせる。わー、しかも能力もかっこいいな。空気中の水分を凍らせるの。じゃ、湿度が高い日、お前めちゃくちゃに強いじゃん。てか、空気中の水分凍らせるんだったらさ、空気中でしょ？人の体内に入った空気とかでもいいんだったら、暗殺とか超簡単にできちゃう。かっけえ、かっこいいよね。うるせえな、そんないいもんじゃねえ。クール、ミオさんうるさいです。ごめんなさい、あ、かわいいな。小学生に言いまかされてる。まあまあ、仲良くやりましょうよ。最後は僕かな。裏切り空音、大学生、変わった名前だっていうのは自覚してるからあんまり突っ込まないでほしい。いや、だってお前裏切るだろってなっちゃうもんね。この状況パッてなってさ、いきなり僕裏切り空音って言われたらお前裏切るじゃんってなっちゃうもんね。
あ、自分もあるんだ。ノーイメージ。僕は諦めないよ。能力は僕にはないよ。ないっていうのはどういうことですか？そのままの意味だよ。僕は特別な能力を持って生まれてきたわけじゃない。非能力者なんだ。ここは能力者が集まってる町、東海だぜ。珍しいですよね。姉が能力者だったんで僕も一緒にこの町に来たんです。まあ確かに珍しいがいないわけではないか。それで皆さんはあの二次派っていう人の言うことは本当だと思いますか？なんでお前ずっとさお腹押さえてんの？なんかお腹痛いの？少なくとも全くの嘘ではないと思います。人が亡くなっているのは本当のことなので。あ、そうなの？ちゃんと確認したの？皆さんここに連れてこられた時のこと覚えていますか？私は無理やり連れてこられたんですけれど。あいつ、私も同じっす。私もです。もしかしてみんな拉致されてきたってことですか？そうみたいですね。あ、あかねちゃんも。6人の人間を組織的に拉致するなんて簡単なことじゃないよね。それだけの組織力を彼女は持っているってことじゃないかしら。私も彼女は本気だと思います。実は天井の四隅に肉眼ではわからないぐらいの切り込みがあるんです。どういうこと？どうやらスライドする機構があるみたいなんです。天井が開いて何かが出てくる機械がある。あ、毒ガスってこと？ああ、そこから毒ガスが出る機械が出てくるってことか。いや、死にたくないっす。確かにその通りだ。それに二次派の言うことが本当なら殺人犯がこの中にいるってことも、もう誰かわかんないよ。とにかく一度この部屋を調べてみませんか？もしかすると脱出する方法が見つかるかもしれません。確かに。そうね、一度やってみましょう。やってみよう。うわー、え、このイラストずっとあんのさ、 YouTube 的に大丈夫かな？調査パートでは調査の結果手に入る証言や証拠があります。現在自分がどんな証拠を見つけたのかは調査パートを画面右上のエビデンスボタンで確認することができます。なるほど、ここですね。また調査を終えるときはトークボタンを押すと議論へ進めます。なるほど、難しそう。ここですね。ただし証拠が集めきれてないときは先に進めませんのでご注意ください。それでは引き続きゲームをお楽しみください。 OK、 調査開始。いや大丈夫か？え、まずはセーブしたいんだけど。え、セーブした、エビデンス。セーブはさ、どうやってやるんだろう。白い部屋。目が覚めるとここにいることが稀によくある。稀によくあるってどっちなんだ？どっちなんだ？チュートリアル。説明のために必要だが話の流れを切ってしまうので必要なのに邪魔扱いされる。かわいそうなんです。そんなことないよ。チュートリアルをしっかり見たい派だよ。生まれた時から特殊な力を持つ人々、能力は人それぞれだが基本的に一人一つ能力と言っても体質の一つに過ぎないので何でも好き放題にできるわけではない。足が速い人も速く走ればその分疲労がたまるように能力も使用すれば相応の代償がある。ああ、なるほどね。ヒロアカみたいだ。大構想。約15年前に発生した能力者と非能力者同士の構想、すれ違いや勘違い、欲望に陰謀、政治に経済、あらゆるしがらみと人間関係が絡み合って発生した。誰かが悪いわけではなく誰もが悪い。物理的死者も社会的死者もどちらも多数の死者が出た。能力者、非能力者の双方に多数の犠牲が出たと言われている。その全貌を掴んでいる人間はいない。あまりにも被害が大きくなり誰もが疲弊しきった時になって誰かがもうやめようとつぶやいた時、誰もがそれに賛同し和平協定が結ばれるまでに時間はかからなかった。誰もが疲れていたの。そんな感じで戦争って終わんだ。自治領東海。日本の名古屋市周辺を高い城壁で囲め。いいね、名古屋いいね。城壁と同じ高さに町を築き上げた場所。能力者たちは大抗争の後この町に移り住んだ。日本政府とは別の能力者機関という組織が統治している。東海の外で生まれた能力者たちも能力者と判明した時点で移住が義務付けられてる。あ、そうなんだ。結構強制、あ、でも義務か。まあ強制か、ほぼ。能力者たちは東海から出ることを生涯禁じられているが、町中は都心部並みに発展しており生活に不自由はない。外部との連絡や物品のやり取りは禁止されておらず、インターネットも普及しているため住民の多くは不満を持っていないのが現状である。能力者の他に能力者の家族や商売人など非能力者も数は少ないが住んでいる。ああ、なるほどね。だからゼロではないって言ってたのか。女優、
響きねみすずの職業、売り出し中の女優で柔らかな演技から危機迫る演技まで使い分ける演技派。ロケ地が東海南に限られているため知名度はそれほど高くないが、老若男女関係なく幅広い人気がある。おお、なるほど。よし、やっていくか。バフセーブしとけばよかった。じゃあまあ話してみるか。おお、かっけえな。黒木さんが壁の前に立って手をかざす。すると周囲の空気が凍りついて、手元に剣の形をした氷が出現する。お前が一番強いじゃん、この状況で。氷の剣を振りかぶると、おもむろに扉に向かって切りかける。あー、壊れねえかな。ちっ、やっぱりダメだ。今何をしたんですか。ちょっと空気を凍らせてな、武器を作ってみたわけだが。言われて黒木さんの手元を見ると、剣の形をした氷が握られてる。先ほど言っていた能力で作り出したものらしい。扉から出られないな、壁は壊せないかと思って試したわけだ。結果はご覧の通りだな。黒木さんが指差した先の壁にはわずかに切り傷のようなひび割れが入っているものの、ひび割れの先には鉄板のようなものが見える。壁の中に金属が仕込んであるみたいだな。感覚的にだがかなり厚みがあるようだ。爆弾でもない限り壊せないだろうな。時間は全ての壁に仕込んであると聞いた。当然扉にも試したが傷一つつかないと聞いたもんだ。力ずくで出ることはできないってことですか。まあ無理だろうな。扉の鍵は電子制御されてるって言ってました。黒木さんの能力で電子部品を凍らせて壊せたりできないんですか。確かに。まあ壊すこと自体はできるかもしれない。だが電子制御は壊れて鍵が開いてくれればいいが、逆に完全に壊れて鍵が開かなくなる可能性もあるから。それもそうですね。確かに。結局あいつの言う通り犯人探しをしなくちゃいけないっていうことだ。でもさ、黒木哲也の能力があればその毒ガスが噴射する噴射口みたいなところ氷でパッてさ塞げばさ、毒が出てこない状態にはできるんじゃないの。一応そういうことみたいです。なるほど。黒木哲也割と好きだな。本当に犯人がこの中にいるのかな。空音くんはどう思う。いやどうだろう、わかんねえよまだ。急に下の名前で呼ばれて戸惑いながらも首をかしげる。あ、てかセーブしとこう。急にごめんね、慣れ慣れしかったかな。いやそんなことないよ、そんなことないよミスズ。いや好きに呼んでくれて構わないんだけど、僕の勘違いだったら申し訳ないんだけど、初対面だよ。そうだね。でもなんだか空音くんとは初めて会う気がしない。あ、そうなの。幼い頃に会ってんのかな。どこにでもいそうな顔だから。いやそんなことはないだろ。かっこいいだろお前結構。違う違う、親しみやすい顔ってことで。それあんま褒められてる気しないの。冗談だ。もう驚かせないで。緊張は少し取れた。妙に張り詰めた顔していたから。バレてたんだ。ちょっと女優の自信なくしちゃうな。そう言いながら響きねさんは笑う。いやこの状況はもう女優とか関係ないだろ。お前が犯人じゃない限り。響きねさんは笑ってる方がいいよ。思わず口から感想が漏れ出て慌てて口を塞ぐ。あ、突然何を言い出すの。かわいい。かわいいしみんなセクシーだな、なんか。あ、いやごめんなさい。もう驚かせないで。でもちょっと嬉しかったよ。なんでもない。ほらとにかく頑張ってここからみんなで脱出しないとね。私にできることあったら何でも言ってよ。そうだね。とりあえずいろいろ見てみよう。考えるのはそれからでも遅くないよね。その息で。そうだ、何としてもみんなで脱出しないと。脱出したいね。あかねちゃんどう。あかねちゃんかわいい。あかねちゃんかわいい。あかねちゃんかわいい。あかねちゃんはとても真剣な表情で中央の遺体のそばに近づき睨みつけてる。まあ普通そうだよね。まずは今は声をかけない方がいいだろうか。あ、そういうもんな。なんだ。あ、ごめんなさい、気がつかな。いや全然いいよ。僕の気配に気がついてあかねちゃんが振り返るさ、立ち絵みたいなのがすごかったね。あ、いやこっちこそ邪魔しちゃったかな。 いえ大丈夫です。それ綺麗な音だね。あ、何が鳴ったんだ。今あかねちゃんが振り返った時鈴の音が聞こえた。注意してみると髪の毛の間にかんざしが刺さっていた。かんざし、これですか。あー、かわいい。ありがとうございます。昔知り合いにもらってお気に入りなんです。かんざしいいよね、似合ってると思う。ありがとうございます。
あ、そうだ。ちょうど誰かに相談したいことがあったので聞いてもらってもいいですか？いいよ、何？セーブしとこうか。相談？さっき私が言った能力のこと覚えていますか？ああ、分析力でしょう。確かいろんなことを分析できるって言ってたっけ？そうなんです。だからこの人のことを調べようと思って検視してみたんです。まあ普通そうするよね。そんなことできるの？ええ、専門家ではないのですが、ある程度わかります。検視の結果を聞いてもらえますか？聞こうかな。なんだろう。あかねちゃんの能力で誰かに話すことによって能力が増すみたいな呪術回戦みたいなノリだったりするのかな。分かった、お願いできるかな。それかあれか、自分のこの検視結果が合ってるかどうかみたいなのを試したいのかな。まずこの男性の年齢は35歳、身長175センチ、69キロ、一般的な体型ですが、日頃からトレーニングをしていたのか平均より筋肉量が多いですね。あ、そうなんだ。死因は頸部の動脈、手気管などが、手気管で合ってるかな、強く圧迫され窒息状態による、うわ、何死なのこれ、これ何死だろ、見たことない感じ現れたんだけど、くびれる、くくる、首をくくって死ぬみたいな意味の言葉らしいっすね、これは。で、読みは意思らしいっす。要するに脳に酸素がいかなくなって脳の機能が止まったことが死因です。なるほど。首は骨折しておらず、もがいたような跡もないので、ロープに首をかけて椅子から飛び降りるという典型的な方法ではないみたいです。まあ、なんか首を骨折するっていう風に聞くもんね、ああいうのって。多分首にロープをかけられて椅子に座らされていたんだと思います。その状態で椅子を外されたために首が締まり、意思に至ったっていうことですね。そんな状態にされておとなしくしていたとは思えないんだけど、眠らされてたとかかな。全身麻酔をかけられていたようです。その人の体内に成分が残っていますか？そんなことまでわかるんだ。そんなこと、同じリアクション。ええ、そういう能力なので、麻酔で意識を失わされた状態で椅子に座らされていたんでしょう。あと死亡推定時刻は今から30分以内だと思います。めっちゃ直近じゃん。30分、ついさっきじゃないか。いや、残念ながらそうみたいですね。私たちが白い部屋で目を覚ましたぐらいの時間に殺されたということなんだと思います。もしかしたら、あ、そっか、暗闇でうろちょろしてる間にはもう死んでたのか。私に分かることはこれくらいです。でも茜ちゃんが犯人でさ、こういう主な、なんだろうね、あかねちゃんが犯人だったらもう分かんなくなっちゃうね。これ全部嘘言ってたらさ、どうもしようないよね。十分だよ、ありがとう、参考になったよ。あかねの証言、検視を入手した。なるほどね。いや、でもあかねちゃんが犯人だったらマジでどうもしようないけど。なんだこれは、なんでこんなとこに注射器が落ちているんだろう。あ、なんか麻酔に使ったのかな。中身入ってないみたいだけど、その中に睡眠薬というか麻酔が入っていたみたいです。この亡くなってる男の人はどうやら眠らされていたみたいです。眠ってる間に殺されたっていうことです。なるほど。やっぱ捜査をさ、誘導してるやつっていうのが一番怪しいって言うもんね、こういう時。なんだ、あー、え、なにこれ、柴田岳、ニジハ、全然知らん人たちが現れてきた。これ何？ダストボックス。これはダストシュートだろうか。ダストシュート、かなりの大きさだ。人一人ぐらいの中に入れる大きさがある。そっと中を覗いてみるが、暗くて先は見えない。もしかしてここに入ったら脱出できるんじゃ、ちょっと思っちゃうよね。入ってみようぜ。中に入ろう。覗き込むと中から空気が流れてるのを感じる。かなりの高さがありそうだ。入ったらもう戻ってこれない可能性が高いだろう。それでも行ってみるべきだろうか。行ってみる。何事もやってみないとわからないよな。ダストシュートに手をかけて、体を中に押し込む。一度深呼吸をしてダストシュートに飛び込んだ。じゃあな、みんな、俺先行くから。体が宙に投げ出された後、すぐに床にぶつかる。急坂になっているらしく、そのまま滑り落ちていく。十数秒ほど経った頃、急に視界が開けて宙に投げ出される。うわぁ、叫び声を上げながら落下する。直後に衝撃が来た。ああ、本当にゴミ捨て場みたいなとこ来たな。いたた。なんとか体を起こして周囲を見回すと、ゴミの山だった。やっぱり外には繋がってないらしい。そんな簡単にはいかないか。とにかく周囲を調べてみよう。ゴミ山から這い出すように起き上がろうとした時、何かを踏んでバランスを崩した。うわ、思わず足元を見る。
いや人骨。そこには白骨死体があった。それも一つや二つではない。あ、そうなの。てかさ、いや俺てっきりさ、ゲームオーバーみたいになるのかと思って選んだんだけど、進んでいきそうだ。無数の死体が転がっていた。うわ、叫んでゴミ山から這い出す。なんだこれ。とにかく出口がないかと思って周囲を歩き回る。出口ないからいっぱい落ちてるんでしょ、こういうのも。しかし、すぐにそれは終わった。ここは本当に出口のない空間だった。落ちてきた出口は5メートル近い高さの位置にあって戻ることはできない。壁を登ろうとしてみたり、ゴミ山の中に何か使えるものがないかと探してみたが、全ては徒労に終わった。僕は全ては諦めて部屋の隅にうずくまっている。それからどれくらいの時間が経っただろう。意識が朦朧としてきた頃、ダストシュートの出口から何かが次々に飛び出してきた。どさどさとゴミの山の上に落下する。何が落ちてきたんだろう。期待していたわけではないが、何かしら脱出のヒントになるかもしれない。そう思ってフラフラする足取りで落下物に近づく。ゴミ山を這い上に登って見えてきたもの、みんなの死体だった。なんで、あ、俺がさ脱出したことによってルール違反みたいな感じなのかな。ルール違反的なやつで連帯責任で殺されたのか。うわ、叫ぶ。喉が裂けるほどに。それでも僕にはどうしようもなく、ただここで命がついえるのを待つしかなかった。ゲームオーバー。あ、エンディングとかではないんだ。偽証討論。ま、やめとくか。やめておこう。危険すぎるし、ここから出られるなら、あの二次派という人が放置しておくはずがない。まあね。ダストシュートが開きっぱなしになっているのも気になる。うん。よく見ると入り口のところに擦れたような傷がある。物を捨てるときに当たったんだろうか。一応覚えておこう。ダストシュートの傷。なるほど。ここの飛び、あ、ちょっと待って。一回喋りかけて、俺はもう少し大広間を調べてみる。よろしくお願いします。これが何なのかさ、見てみようぜ。これ何だったんだろう。裏切り。決定してよろしいですか？ノーノー。あ、やっぱそういうことか。これ投票のやつか。この柴田岳ってのは誰？まだ出会ってないやつが現れてんだけど。あ、こいつか。柴田岳。いや、部屋の中央に首を吊った状態の男性の遺体がある。見てるだけで痛ましい光景だと。できれば体を下ろしてあげたいところだが、調査はしなくてはならない。申し訳ないが、もう少しだけ我慢してもらおう。どこを調べる？どこ？ロープが首に食い込んでる。おそらく直接の死因はこれだろう。ロープは天井の針に向かって伸びている。針のところはロープに輪っかを作って、そこにロープを通しているようだ。なるほど。天井のロープ。どこを調べる？胸ポケットとかなんか入ってる。柴田岳。あ、やっぱそういう志田岳って書いてある。志田岳なのか。紫のポケットに何かが入ってる。これは名刺。名前志田岳。アンビションコントローラーズ代表取締役社長。なんだろう、社長。そんなにすごい人なの。しかも会社名も聞いたことがある。確かネットワーク事業をしている会社だ。あ、そうなんだ。広告業や会員制のネット通販とかをやっている会社で、かなりの規模の会社で数千人の社員がいる。そりゃすごいな。通信販売業者では宝石である虚構業区も取り扱ってる。なんだろうそれ。あまり個人的には好きではない会社だそうな。ちょっと複雑な心境だな。ふと能力者である姉のことを思い出す。姉の能力は流した血が宝石になるというものだって。うわそれちょっとなんか悪い人にバレたら大変なことになりそうな。この宝石が虚構業区と呼ばれ、高値で取引されていたことで、姉はかなり危険な目に遭ったことから、まあそりゃそうだよね。この人の会社は姉の宝石を取り扱っていた会社でもあるの。ああ、そういうことか。とはいえ、それがこの人を殺していい理由にはならないだろう。どうしてこんなところにいて殺されているんだろう。志田さんも僕たちのように拉致されてきたんだろうか。うわ、結構な世界だな。どこを調べる？ネクタイとか。首元のあざが痛々しいが、表情はそれほど苦しみの表情を浮かべていないようだ。それが救いといえば救いなのかもしれない。薄く目が開いているので、目を閉じてあげようと近づく。その瞳は小さく縮んでいて、紫色をしていた。両手を合わせた後、そっとまぶたを閉じてあげる。
田学の情報を手に入れた。他調べれる場所ある？あ、特になさそうだね。これ以上調べるところはない。そっとしておく。あ、やっぱそうなんだ。オッケー、じゃあ戻ろう。まだ調べ残したことがある。もう少し調べよう。どっちどっちよ。内ポケットに手帳が入っていた。申し訳ないと思いつつ中を覗いてみる。プライベートで使ってる手帳なのか。スケジュールには個人名と時間が書き込まれている。手帳でスケジュールはともかく連絡先まで管理してるなんて結構アナログな人なんだ。パラパラとページをめくっていくと視界の中に気になる文字が飛び込んできた。スケジュール欄に黒木哲也9時と書き込まれてる。知り合いなの？またアドレス帳にはわざわざ顔写真付きで連絡先が書かれている。その写真は今出会った黒木さんと同じ顔だった。あ、そうなの。黒木さんはこの人と知り合いなのだろう。なんで教えてくれなかったんだろう、そんなこと。え、他は？調べられそうなとこはあるか。もうなさそうだ。じゃあ終わるか。あ、終われた。で、あ、聞いてみるか。俺は、ああ、オッケー。え、教えてくんねえんだ。扉が開かないか、もう一度試してみよう。やっぱりダメだ。とても開きそうな。軽く叩いて確認してみる。鉄製の扉らしく簡単には壊せないようだ。鍵穴はついていないため、やはり電子制御されてるみたいだ。隣に並んでいる扉も同じみたいだな。こちら側の部屋に入るのは諦めた方が良さそうだ。ん？これは？なんだ？あ、傷がある。ん？何かドアノブのところに擦ったような傷がある。ちょっと気になるな。洞察力がすごいな、お前も。さあ、こっちとかは。あー、黒木か。天井とかは調べられないのか。じゃあこっちかな。ここが出口らしいけど、やっぱり開かないな。鍵穴もない。それどころか電子制御と言っていたのに扉を開けるための端末も見当たらない。こちら側から開けられないようになってるみたい。他に出口がないか調べてみよう。 OK で、椅子。椅子が床に無造作に倒れている。あの男が使っていたのだろうか。あ、あー、そういうことか。わかったわかった。いや、これ残酷な話をするなら、おのおののこの右側の俺たちが閉じ込められた部屋のドアノブに糸みたいのがついてて、糸っつうか紐みたいなのがついてて、椅子の足につながってたんだ。だからガチャって開けた段階で、全員が扉を開けた段階で、あ、でも全員とは限らないのか。一つのドアの扉でもいいし。だってちょっと言ってたもんな、裏切りも。ドアノブを回すときに最初の方は重かったけど、ある一定の場所を超えたら軽くなったみたいな。だから椅子を、このシギさんが座ってた椅子をシギさんのところからパッて下げた。じゃあこいつなのかな、犯人は。意図せず殺したみたいな状態なのかな。ドアノブとその椅子の足のところに何か紐みたいなのがついてて、ドアノブを回すことによって椅子が引かれて窒息させられることになってしまうみたいな状態になるトリックなのかな。うわ、これ自分なのか、それとも全員なのか。全員分の扉のところにあんのか。もう分かった、びっくりね。確かに質問したかったら聞いていいって言ったけれど、本当に聞くなんて恥を知りなさい。あ、すいません。自分で聞けって言ったのに辛辣だな。あなたの目的は何ですか？目的ね。目的があってこの場所に来たのはあなたたちの方じゃないの？そうなんだ。ここに譲れない願いを持ってきたのはあなたたちの方でしょ。二次派の言う通りだった。僕がここに自由解放党に来たのは、来ようとしたのは理由があった。2年前に死んだ姉の遺体を探しに来たのだ。死んでんだ、姉。姉は自分から流れ出た血が宝石になる能力を持っていた。姉の宝石は希少で魅力的だったため、恐ろしいほどの高額で取引されている。その宝石を餌に、自由解放党が人を拉致しているという噂を聞いて調べに来たのだ。怖い。姉の宝石はそんなことに使わせないために。まあいいわ、教えてあげる。私の目的はゲームを観戦すること。あなたたちが生き残るために必死になるのが見たいの。どうしてそんなことを。少しは考えたら、体の上には脳みそが乗ってるんでしょ。ああ、でもあなたの頭はカラーカラーといい音が鳴りそうね。脳みそが小さいって言いたいのか。
まあ今教えてあげる。何？私たちは自由解放とよ。それが答え。自由。あ、そっか。だから今この東海に閉じ込められている状況を壊したいのか。自由解放とは能力者たちの社会からの完全な解放をスローガンに掲げている組織で、能力を持ってない人たちが集まっている組織で、能力者の力は世界を不幸にする悪魔の力だとしてる。あ、逆か。能力者がいるから不幸な事件が発生する。だから能力者たちを排除しようとしている。もう極論すぎんそれ。だって同じ人間なのに。そのためには能力者の命すら奪うことを厭わない過激派だ。過激だな。ほとんどテロリストのような組織だけれど、実際に参加しているのは能力者の犯罪被害者の人たちだったりもする。あ、なるほどね。でも勘違いしないでほしいんだけど、私は確かに自由解放党ではあるわ。でも個人的にはあなたたちは素晴らしい人間だと思ってるよ。俺も含めて。俺能力ないんじゃないの？あるの？本当は。能力者の人たちは優れた能力を持っている。それは選ばれた人間ということで、まあそう思っちゃうけどね、ちょっと。そう、あなたたちは選ばれた人間なの。だからこんな試練なんてあなたたちなら簡単に突破してくれると思うわ。困難に立ち向かう時こそ人は輝くのだから。私はその輝きが見たい。選ばれた人間であるあなたたちの生の輝きが見たいの。目がパキってる。あなたたちはこの困難を乗り越えることがあなたたちはこの困難を乗り越えることでさらにその輝きを増すわ。そのために私はあなたたちに試練を与えているのは神様なのかよ。あなたたちをより輝かせるために。むちゃくちゃだ。自分が何を言ってるのか分かってるのか。もちろん分かってるわ。だから裏切り君、あなたには何も期待してないから安心して。あ、そうなんだ。本当に能力ないんだ。じゃあ俺覚醒したりはしないのかな。無能力者であるあなたは能力者のみんなの邪魔をしないように。じゃあなんで俺捕らえられてんの。それぐらいなら無能のあなたにもできるでしょ。先ほどまでのうっとりとした表情とは打って変わって、僕には背筋が凍るような冷たい目を向けてくる。まるで僕のことを顔の近くを飛ぶ虫ぐらいしか思ってないみたいだ。それで他に、あ、オッケー。じゃあ君は誰？聞いてなかったの？私の名前はニジハ。自由解放党の幹部といったところかしら。そしてこのゲームの監督役。君は能力者ではないの？バカな。私は能力者は悪魔と呼んでる組織の幹部なの。考えればわかるでしょ。それもそうか。ということは彼女も非能力者ということに。そう、私は能力者よ。能力者なんだ。なんだって？自由解放党の当初は使えるものは何でも使う主義なの。だから使えると思った能力を自分のために使うなんてことはザラにあるわ。まあでもそっか。実際能力者を捕まえて無理やり能力を使うことを強要もさせているわ。最悪だ。噂では聞いたことがある。悪魔の力と言いながらその力を利用して能力者を絶滅させようとしているって。強盗無形な話だから都市伝説だと思っていたけれど本当だったってことか。君も無理やり能力を使わされて言うことを聞かされてるっていうこと絶対違うだろ。は、私を他の人間と一緒にしないでほしいわね。違うのかよ。私は優秀だからあいつらを利用してるのよ。ま、あいつらも私を利用してるのでしょうけど。利害の一致というやつね。ちなみにどんな能力なんです？教えてくれねえだろ。教えると思うのバカなの。そうだよね。でも教えてくれるんかい。もうこいつちょっとつかみどころなさすぎて怖いんだけど。めちゃくちゃに。だろうと思った。なんでなんで。そうは思わなかったぞ。未来予知を、未来予知できるの？じゃあもう先が分かってんの？この、え、今なんて言った？聞こえなかったのかしら。未来予知を、私は未来を見る能力を持っている。だからあなたたちの行く末も私は知ってる。そうなの。でも教えてあげない。むちゃくちゃだ。え、じゃあ俺がダストシュートの中に入ったのも知ってんの？ま、私はこのゲームの監視役だから、私が介入することはないから安心していいわ。そんなことは信じられると思うのか？信じるも信じないも勝手だけど、あなたたちにできることは変わらないわ。私にこだわってるよりも目の前の問題に取り組んだ方が建設的よ。確かに。質問はこれで終わり？それで何が聞きたいの？じゃあ自由解放党って？一言で言えば能力差別主義者。特殊能力を持って生まれてきた人間は悪魔の子と呼び、堕活のごとく嫌っている集団。能力者と非能力者が争った大抗争の時に非能力者の代表だった組織よ。15年前に和平条約が結ばれた時に一度解体されたけれど、島本願という男が反能力者の人間を集めて再度作り上げた。実際問題、
能力者と非能力者の溝は深いからね。能力者が単純に嫌いな人間もいれば、能力者のせいで大切な人を失った人間もいる。能力者を排除したいという人間は結構な数がいるということで、まあなんとなくわかるけど、組織の構成員の中には権力者も多くいる。実際に自由解放党は日本政府の政党としてお抱え議員もいるくらいすごいな。表向きは能力者たちが暴走して問題を起こさないように監視し、両方の中を取り持つ役目をすると公言していて、党会の中にも事務所を構えている。実態としては大構想前とほとんど変わっていない。差別的で先民思想、さすがに表立って動いてはいないけれど、能力者の拉致や排除も行っている組織で、聞いてきたから答えてあげたけど、あえて説明しなくてもあなたは知っているわよ。それはその通りだった。あ、そうなんだ。じゃあもう聞きたいことはない。そう、なら頑張りなさい。でもなんとなく分かってきちゃったよ。犯人俺なんじゃねえかなって思って、何かを考え込んでるようだ。え、あのセクシーな女、絶対みんなで脱出しようね。そうね、そうだね。そのためにはいろいろ調べる必要がありそうだ。じゃあどうする？あ、サーチ 1,2,3,4,5。 あ、こっちがまだ調べてないのか。スライド式の扉に手をかける。これは鍵が、ここは鍵がかかってないのか。中に入ってみよう。部屋の中は雑多なものが多く置かれてる。机や大きなモニター、棚があり、床には工具や様々なものが置かれてる。事務所兼倉庫に使っていた感じだ。どこを調べようか。あ、こっち側にいたのか。よう。なんか神器臭いところっすね。ゴミ散らかってるし汚いっす。確かに何もない大広間と違って、ここには妙な生活感があるね。誰かが使っていたのかもね。そこのモニターで大広間の様子が映ってるみたいっす。みすずちゃん、あかねちゃんと黒木のおっさんが映ってるっす。みんな見えてるっすか？モニターに手を振っても向こうから見えないと思うけど。マジっすか？そこに気づくって、もしかして裏切っちゃんは天才ですか？裏切っちゃん。いや、誰でもわかるでしょ。あと裏切っちゃんって何？しかもしれっと黒木さんだけおっさんって言ったな、この子。ああ、もう最後に全部を突っ込むタイプの人か。あだなす、かわいいっすよね。かわいい。あれ、かわいくないっすか？ごめんなさい、調子に乗ったっすよ。そんなことない、すぐこういう風になっちゃうじゃん。絵を好きに呼んでくれて。露骨にしょんぼりとしたのでため息をつきながらうなずく。この子本当に無言の圧力に弱い。なんかあったのかな。マジっすか？さすが裏切っちゃうす。懐が深いっすね。一生ついていくっす。市長って呼んでもいいっすか？いいよ。それはやめて。そんなことよりこの部屋を調べよう。そこは抜かりないっす。こんなものを見つけといた。さあ、何何？桃田さんは手に持っていた一冊のノートを差し出してくる。そしてものすごく褒めてほしそうにこちらを見ている。褒めて言った。自分で言ったよ、この子。はいはい、えらいも何もすごいだろ、普通に。よくやった。たは、さすが私っす。探偵の才能があるかもしれないっすね。いいからそれ見せて。いいっすよ。ノートパラパラとめくってみる。それはこの施設にいた職員のものらしい。業務日誌と書かれているが、内容はほとんど個人的な日記になっている。丸月末に暇だ。施設の施設長だと言われてこの職場に来たけれど騙された。何が施設長だ、こんなの左遷じゃないか。自由解放党の幹部も近いなと言っていた田中のにやついた顔を思い出す。あいつはこの施設の実態を知っていたんだ、クソ野郎。丸月三角日、今日も一日モニターを眺めて過ごした。ここの仕事はほとんど全自動で行われている。俺の仕事は大広間に異常がないか眺めているだけだ。大広間に集められた奴らが天井に備え付けられた噴霧ガンから突出される毒ガスを吸ってバタバタと倒れていく。シアン化水素とか言うんだっけか。ここの扉、密閉性が高いからガスが入ってくることはないとは聞いていて、気分のいいものじゃない。丸月四角に、奴らが苦しみながら死んでいくのを見てるのは気分がいい。気分がいい。あ、変わっちゃってる、性格は。奴らは危険人物だ。あいつらがいなければ。俺の娘が死ぬこともなかった。自業自得ってやつ。でも奴らの中にいた小さな娘がモニター越しにこっちを見ながら死んでいった光景が忘れられない。酒でも飲んでないとやってられないぜ。え、どういうことだ。いや、まだ続いてる。バツガツ丸日、今日も大広間に倒れて死んでいる奴らを袋に詰めてダストシュートに投げ込む。モニターを見てる以外の唯一の仕事だ。
施設に送り込まれてきた奴らを大広間に閉じ込めてモニターを眺めることが終わった後、西台を投げ込む。同じことの繰り返しだ。誰も来ない日は一日酒を飲んでればいい。楽な仕事だ。ち、もう酒がなくなりやがった。バツガツ三角日。珍しく幹部の奴がこの施設にやってきた。一計数かねえどっかの社長だ。今日も俺は酔っ払っていたが、もう関係ない。幹部は俺には何も言わず、この部屋に新しい毒物を置いていった。かなり強い毒性を持ってるらしい。即効性もあるため、奴らがどんな能力を持っていても、能力を使う前に効果が現れるとのことだ。そのくせ、苦しみは普通の毒物よりも数倍の苦しみを感じるらしい。怖。笑いながら幹部が言っている。いい趣味してやがる。クソ野郎。その毒物の効果をこの施設で試したいらしい。好きにすればいい。俺には関係ない。どうせ実行するのは機械だ。この毒物で死ぬと体に特徴的な症状が出るらしい。それにあやかった名前がついていたが、ダセー名前で笑ってしまった。バツガツ四角日。また幹部のやつが来てリストを置いていった。リストに名前が載っているやつが連れてこられたら報告しろだって。バツガツバツ日。俺はもう疲れた。娘に会いに行くことにしよう。なるほど。毒物を使ったのか、それともリストに、なんかリストに自分の知り合いとか大切な人の名前があったのかな。なんすかこれ。怖いっす。いや怖いね普通。桃田さんが露骨に引いている気持ちはわかる。どうやらここは自由解放党が捕まえた能力者を排除する施設らしい。え、それか日記書いたやつがシダっていう可能性も全然あるよね。シダ学っていう可能性もあるよ。こういう施設があるという噂は聞いたことがあった。しかしこの現代にあまりに荒唐無稽な話だったの。都市伝説みたいなものだと思っていた。本当にこんなことをしていたなんて。むちゃくちゃっす。ここは法治国家日本っすよ。こんなの許されるわけないっす。日本ではないけど、ここは自治領東海だから。もちろん東海も法治国家だから許されるはずはないんだけど、こんな施設が実際にあるっていうことは本当のことだと考えた方がいいと思う。世紀末都市っす。そのうち住民のみんなも悲観になってヒャッハって叫び出すに違いないっす。明るいな、こんなとこ。いや、ちょっと何言ってるかわからないけど、ただ二次派の言っていたことの信憑性が高くなった。あいつらは人を殺すことを何とも思ってないんだ。思い通りになんてなってやるものか。心に強く誓った。そっか、普通にミスったら死ぬことが確定してるわけだもんね。どこを調べようか。よう、みどりさん。上内さん、何か見つかりましたか。陣内だっけ。陣内さん、何か見つかりましたか。みどりっていいわよ。私の名字って大行だから名字で呼ばれるのは苦手なの。そうですか。じゃあみどりさん、それで何か見つかりました。申し訳ないんだけれど、特にこれといって見つけられてないな。みどりさんは困ったように。でもちょっと気になった。犯人の人は私たちが最初の白い部屋を出るよりも前にあの男の人を殺していたってことなのかしら。ええ、そうなると思います。でもそれだとおかしいな。私は部屋の鍵が開く音を聞いてすぐに外に出た。そういえば鍵の開く音で目が覚めたことを思い出す。部屋を一番最初に出たのは私だと。最初に鍵が開いた音は全部で6箇所から聞こえた。ちょうど人数分よね。あ、そっか、みどりさんは超感覚だもんね。だから扉の鍵が開いたはみんな同時ってことになる。扉の鍵が開いたのはみんな同時ってことになる。なるほど。大広間は真っ暗だったけれど、私の息遣い以外の音は聞こえなかった。だから間違いないと思う。そうなのか。そう言って自分の耳を指さしてみせる。そういえばみどりさんの能力は聴力が人よりも優れていることだった。それから順番に扉が開く音がしてみんなが出てきた。だから犯行が行われたのは部屋を出てきてから電気がつくまでの間だと思う。つまりあの暗闇の中で犯行は行われたってことかしら。あの真っ暗闇の中でそんなことができるんだろうか。みどりさんは暗闇の中でも音だけが聞こえていたってことですよ。ええ、そうね。あの時聞こえた音を全部教えてくれますか。何かのヒントになるかも。そうね。なら一度聞こえた音を書き出してみる。あ、ありがとう。私の部屋の鍵が開く音も聞いていたから遺体が見つかるまででいいよ。いいわよ。ええ、お願いします。みどりさんは机の上に置いてあった紙とペンを手に取るとあの時の様子を書き出してくれる。ガチャリと部屋の鍵が開く音、みどりが扉を開ける音、扉が閉まり鍵がかかる音、チリン、扉が連続して開く音4回、同じ
かず扉が閉まり鍵がかかる音、バタンと何かが倒れるような音。ああ、じゃあここでこの4人の間に4回、そっか、ゴンと重たいものが落ちるような音。桃田、美代、あの誰かいないっすか。ああ、そっか、います。ああ、いるっすね。そっか、こういうことがあったな。ああ、なるほどね。え、じゃあ本当に全員なのか、犯人は。こんなところかしら。これもらってもいいですか。よく覚えてるな。ええ、どうぞ。何かの手がかりになるかもしれない。しっかりと内容を確認しておこう。ありがとう、みのりさん。どこを調べよう。むちゃくちゃっす。 B 級映画よりひどいっす。そうね、デスゲームものだってこんな雑な設定つけないっす。そうかな。桃田さん大丈夫？あ、怒ってる。絶対脱出してやるっす。頑張ろうな。こんな未来の、こんな出来の悪いシナリオ私は認めないっす。裏切っちゃうもん。頑張るっすよ。 B 級映画好きよ、なめんなっす。あ、そうなんだ。あ、うん、よくわかんないけど元気出たみたいでよかったよ。明るいな、こいつ。ずっとみどりさん何か考え込んでるようだ。今話しかけるのやめよう。 OK。 なんかダンベルみたいのもあるし、縄もある。何かに使われたのか。あー、そっか、ここはあれなんだ、桃田ちゃんのとこなんだ。ここら辺も関係ない。この瓶は、あー、瓶もみどりさんみたいな状態になるのか。じゃあちょっとサーチ使っとくか。あ、そうだよ、ここを触れんだよ。棚には様々な瓶が無数に並んでる。棚には鍵もかかっていなかったので手に取って。瓶のラベルを確認すると麻酔薬と書かれていた。他の瓶も手に取ってみると毒薬取扱い注意と書かれてる。無造作に置きすぎでしょ。確かに瓶を割らないようにそっと棚に戻した。え、なんか瓶の名前がどうのこうのとか言ってなかった。これは乱雑に並んだファイルの中で一つだけ飛び出しているものがあったので手に取ってみる。何かのリストだろう。能力者リスト、田中健太郎、山本拓也、大塚大輔、高屋敷千春、桃田美代、あ、浜谷由美。リストの人物が連れてこられた際は処理前に報告せよ。あ、美代ちゃんなんか関係してきてんの。桃田さんの名前が載っている何のリストだろう。何かの手がかりになるかもしれないので持っていこう。え、何なんだろう。あれ、桃田ちゃんの能力ってなんだっけ。なんかこの組織にとってめちゃくちゃ役立つ能力だったりするの。あ、オーラが見えるとかだっけ。あ、それはあれか、女優か。あれ、桃田ちゃんの能力ってなんだっけ。チップス書いてあるかな。書いてなさそう。どこを調べようか。え、桃田ちゃんの能力ってなんだったっけ。動物と話せるか。動物と話せるがめっちゃ大事なのか。これは巨大なモニターだ。モニターには大広間の様子が表示されてる。あ、これを見てたのか、さっき。どうやら大広間には監視カメラが設置されていて、この部屋から見られる仕組みらしい。特に気になるところはない。どこを調べようか。あとはダンベルか。無造作に工具やロープやバーベルが無造作に置かれてる。無造作にが2回。ロープの先端が切られているところを見ると、大広間で使われていたロープはここから持ち出されていたのだ。倉庫備品の情報を手に入れた。どこを調べようか。これでもう一通り調べ終わったかな。もう一通り本当に調べたよね。よくわかんねえけど、この投票装置みたいなやつなのかな。決定してよろしいですか。イエス。まだみんなで話し合ってないのに思わず押してしまった。押してしまった。大広間のモニターに虹葉の姿が映し出されて話しかけてくる。それで裏切り空音くん、君は犯人を選んだわけだけど、その理由と犯行方法は。いや、それは、ああ、君にはがっかりだよ。いくら非能力者だとしてもせめて邪魔だけはしないでほしいわ。不本意だけど結果は結果だから、ね、残念ながら不正解。ああ、ごめんごめん、みんな。そこに人影が飛び込んでいく。急いで後を追おうとして膝に力が入らないことに気がついた。全身に倦怠感と鈍い痛みが広がる。呼吸をしようとしてできずに思わず咳込んだ。立ってることができずに無様に床に倒れる。吐き気と頭痛に断続的に襲われて思考がうまく回らなくなっている。もっとみんなと話し合いをしてから回答するべきだった。え、あと何調べてないところって。全部調べたと思ったけど。偽証討論、同じことを2回話す気はないわ。このミジンコみたいな頭でも1回で内容を理解しなさい。
ああそうなんだ。君は誰？私の話聞いてた？聞いてないって言ったら殺すよ。さっき聞いたような時間を無駄にしてる場合じゃないと思うのだけど。ああなるほど。何度も説明しなくても知ってるでしょ。なるほど。え、じゃあ何？あとやってないの？全部見た気するけど。事務所兼倉庫の部屋の棚に置かれていた薬瓶、何種類もあるようで、中には麻酔薬入っているものや、パープルアイズ、ああ紫の目になるってことか、毒物取扱注意と書かれた薬瓶もある。あ、じゃあそのパープルアイズを使われてるってことなのか。じゃあ麻酔薬とかじゃなくてパープルアイズを入れたのかな。だって紫の目になってたって書いてあったもんね、志田学。ああよかった、進んだ。これでほとんど調べ終わったな。いやちょっとなんか何やっても無理だったんで、ちょっとブラウザ版をやってます今。そう考えてると、あかねちゃんが駆け寄ってきた。あの人を降ろしてあげたいと思うんですけど、手伝ってもらえますか？ OK。 私一人だと降ろせなくて。大人の男性一人を降ろすには、あかねちゃんの体格では無理があるだろう。ていうか僕一人でも無理だ。黒木さんに声をかけて協力してもらう。志田さんを床に下ろして寝かせて、顔にはハンカチをかぶせておく。みんな一通り調査終わっただろう。一度集まって話さないか。そうですね。僕は奥の部屋にいる二人を呼んできます。しばらくして大広間に全員が集まった。まずは分かったことを共有しましょうか。あ、もうこっから BGM かっこよくなったけど、こっから推理パートなのか。被害者の方の胸元に名刺が入っていました。志田学。名前は志田学。アンビションコントローラーズという会社の社長みたいです。社長っすか？アンビションコントローラーズって言うと、広告配信業とネットワークビジネスを主な業種にしていた会社だと思います。そうだな。ここ最近急激に業績を伸ばしてきた会社だ。志田のワンマン社長だが結果は出している。規模は大きいが、あんまり一般的な認知度は高くないんだが、よく知っていたな。家族はちょっと関わりがあったので、僕自身は志田さんとは面識もありません。あー、なんだなんだなんだ。え、誰？姉か？あ、違うわ、桃田美代だ。なんだ今視線を感じたような。え、美代ちゃん、あんな感じなことしてくんの？